B、 お前いつの間にここまで。俺もナルトも人中力だけが力じゃねえからだ。もっと強え力になる元が入ってるこの体。8秒もらう前にブラザーからもらった俺個人として捨てられねえ言葉、それさえあれば強くいられると信じられることのほか。8秒もらう前の、そうか、あの時真実の滝の前で言ったあの言葉か。やっと気づいたか、バカ野郎、この野郎。お前はあれだけ、たったあれだけの言葉で強くいられるというのか。里や国にとっての俺だけじゃねえ、ブラザーにとっての俺だ。だがブラザーは俺を守ろうとするあまりの気遣い、俺の力を信じなくなっていった。毎回人中力になればいろんなもんなくして心ガリガリ、でもだからこそなくしたくないもんが光って見えてくる。心ピカピカ、美獣だけが力の元じゃねえ。 OK、 美獣が入る前に入ったもんが光り出したら太陽くらいでかかったと気づく。大事、それこそが力の元だと気づく大筋。だからこそ俺は8秒唯一コントロールできたと確信。ナルトの中にもその太陽がある、確信。しかもそれが2つもあるのが確信。2つ。そうだな、確かに太陽みたいなもんかもしんねえ。渦巻きナルト、お前のその2つの太陽とは何だ。父ちゃんと母ちゃんだ。父と母、波風港と渦巻きクシナか。しかしお前が生まれてすぐに2人は死んだはずだ。この九尾の力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに会わせてくれた。九尾の封印を開くと母ちゃんが俺に会いに来るよう、チャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。俺のために。港め、ただでは死なんと思っていたが、やはり自分の息子のためにそんなことを。そしてこの力をくれた時、母ちゃんが教えてくれたんだ。16年前、父ちゃんには確信したことが2つあるって。確信したことだと。一つは、面をした男が事件の黒幕でこの先必ず災いをもたらすって言ってた。そんで2つ目は、それを止めんのが人中力として九尾の力をコントロールした俺なんだって。ミナトはお前に全てを託したということか。己が救世主ではなかったと。父ちゃんが自分のことを救世主と思ってたかどうかは分かんねえけど、俺の師匠は父ちゃんを予言の子、救世主だと言った。さっき言ったことを覚えているか。その救世主ミナトは死んだ。これを失敗でなかったとお前は言うのか。確かに父ちゃんは死んだ。母ちゃんと一緒にその敵と九尾から木の葉の里を守り抜いて、俺を守り抜いて。ほんの一瞬だったけど、その時に2人が俺にくれた、すっげえいっぱいのもんがやりきれるんだって俺を信じさせてくれる救世主も俺に託したんだ。やはりナルトを生かせる方が忍びの世を守ることになるようだな。ミナトがそう信じたように、私もナルトにかける。俺もだぜ、バカ野郎、この野郎。雷影、お前の判断は。ブラザー、相変わらずの機関棒だ。今度は私も。待ってくれ。ここは俺一人でやる。雷影のおっちゃんがやろうとしてること俺にはわかる。ナルト。行くぞナルト。
戦闘開始。私を指名するな。互いに全力で行くぞ。わかってるな。状態で行く。この一撃で消えた。俺ってばいろいろ託されてるもんがあった。失敗はしねかけのおっちゃんの言う通り、失敗したら救世主じゃなくなっちまう。だから失敗はしねえ。父ちゃんがそうしたように、救世主の父ちゃんから学んだように。わしなりに試してみたくてな、全力でやらせてもらった。このわしの最速パンチをかわしたのは波風港に続きお前で二人目だ。どうやら救世主は生きているようだ。お前の中で行ってこい。おう。雷影、戻るぞ。英雄か。ん？なぜあいつが木の葉において英雄と呼ばれるのか、その理由が少しだけ分かった。そうか。多くの者が散った。多くの灯火が消えた。痛みは世に広がる。黒き意志が天を染める。今だけはただそこに眠り、忍びたちよ休息せよ。日はまた昇る。闇を照らすため、次に火を見るとき、かの者は駆けつけるだろう。太陽の少年は地を走った。